フード。Japanese Wagyu beef. It is characterized by its tenderness and the unique flavor of its fine marbling. The world behind the Japanese Wagyu beef. Pedigree. Producing. Pride. This is the story of the craftsmen who inherit and carry on these values.The four defined breeds of Wagyu in Japan. The pedigree of Japanese Wagyu beef is protected and passed down over generations by craftsmen. 海外でも認められている日本和牛の血統を作っているプライドがあります。日本和牛の特徴であるサシは血統によって左右されるので、他の血統は掛け合わせず、日本の和牛のみ掛け合わせることで大切に守られています。最高級の A5 の和牛を育てるには優秀な母牛の選抜も必要で、そうやって優秀な繁殖を繰り返すことでいい血統を大切に守っています。昔に比べると重量も取れるし、脂のサシの入り具合もいい方向になっていってるので、いろんな人が代々こう考えながらやってきた結果だなとは思います。Another essential part of Japanese Wagyu is the thorough work of the craftsmen. 毎日やっぱり観察を行って、一頭一頭まあ些細なことを見逃さない、牛の体調に気をつけるっていうことを一番重要として見てます。海外ではですね、まあ20ヶ月前後ですが、日本ではですね、まあ30ヶ月前後ということで、じっくり牛を飼うことによって大きく牛が育っていきます。日本特有のですね、稲わらを使って胃を大きくしてあげて、その後にトウモロコシなどの配合飼料を与えて大きく牛を大きくしています。日本はですね、中山間地が多いため、山から流れる水がきれいで、近くに田んぼや畑があって、すぐにですね、新鮮な餌を与えることができます。牛の状態を毎日確認できて、牛のまあちゃんとした状態を保てるような全部の作業に関わってます。持ってる知識を後輩に伝えていって、今後も牛が育てやすいように受け継いでいってもらいたいなと思います。食肉加工場で、牛カットを担当しています。お客様の、これ美味しいよねっていう一人一人の笑顔をイメージしながらですね、作業をしていますね。自信を持てるカットだと思いますけどね。自分の持っている力を全て発揮できるように、その一瞬一瞬に今までの自分の力を出せるように日々仕事はしてます。和牛っていうのはやっぱり日本にしかいない牛ですので、まあそれを育てることができてるっていうことを誇りには思ってます。マニュアルっていうのはあるんですけど、やっぱり毎日牛の状態一頭一頭観察してないと大きく育っていかないと思います。とにかくもういい肉を提供する、後輩たちにも自分の、知識を全てもう教えていくし、後輩たちがどんどん伸びてくれるのが今一番楽しみですね。Pedigree, thorough work, and pride. It is precisely because there are such craftsmen who have inherited them that Japanese Wagyu beef has been passed down. And behind the scenes, there is a story of each and every craftsman.J. Hudo.